新型コロナウイルスの影響でこれまで休止していた中学校の部活動が、令和2年6月8日、阿蘇市内の各中学校で3ヶ月ぶりに再開されました。阿蘇市立阿蘇中学校では、昨年度の3月2日からの度重なる臨時休校に伴い、部活動ができない状況がおよそ3ヶ月続いていました。久しぶりの部活動再開にあたり、まずは落ちた体力を戻すため、ストレッチや基本練習などを中心に生徒たちは汗を流していました。またこれまで体育館ではバスケットボール部とバレー部が同時に練習を行っていましたが、3密を避けるため、しばらくは競技ごとに日替わりで中と外に分けて間隔を十分に取りながらそれぞれ活動することにしています。新型コロナウイルスの影響で今年の中体連は県などが中止を決定し、ここ阿蘇郡市の中体連も生徒の安全安心を確保するためやむなく中止となりました。本当子どもたちにとって申し訳ないなという思いも、それで今もその気持ちは持ち続けております。何か代替できる大会等の運営に中体連として協力ができないか、主催はできないんだけれども何か協力はできないかということで今現在もなお、努力を進めているところです。阿蘇中学校によりますと、今後も3密を避けながら手洗いなども徹底し、無理のないよう段階的に練習を進めていき、県教育委員会からの発表を受け、6月21日からは練習試合なども開催できるようになるということです。